はい、8万残ってますよ。8万が鍵なんでね、この白鳥の手は。うわー、いってるいってる、ポンだ。8万は2枚ですね。9万短期、うんうん、9万短期になりました。もう8万いらない。3万ポンして9万短期。9万は内川1枚持ってる。場に1枚切れてる。山には残り1枚です。いや、初切れないですもんね、もうね。もうちょっと切りづらいですね。親の白鳥の手牌が4枚になってます。そして9番掴んだ。え、もうチートイツのイーシャンテンにもなる。マンズは切りづらい。でもチートイツでもマンズは使い切るの相当厳しい。どうしようこれ。まずいっすよ。まずいですよ。宝珠の可能性ある。12000内川が宝珠すると234着ほぼ並びになりますよ。あ、我慢した。切らない。こらえました。そして9万が山からなくなっていますね。白鳥の流れ牌が山からなくなりましたが、白鳥は短期転牌です。この後入れ替え放題。あ、もうダメですね。もう切れないか。初切れない、マンズ切れない。チーソーはドラー。なんで今3枚目が来るんだい、ドラノと。これも少しね、ルートは残ってますよね。そうですね、天杯への。でこれね、変えるかもしれないですよね。変えた。9万通ったら内川柔軟性増しますね、はい、うわ通ったのかって。9万見た時の内川の表情、私たちだけ見えましたけれども、うわって顔しましたね。今松が1枚いける、いけるか。まだ自分はいけるのかと。いけるいけるいける。9万さっき通りました。数層が3枚見え、リアンソが2枚見え、リアンソですね。そうですね。いや、ハネマンツもコース残ってるぞ、内川。ただ白鳥のハツも1枚残ってる。はい。ギリギリの戦いです。マンズ切れない、自敗切れない、登場厳しい。お、何万ですか。いやー、これ全然切れないけど、9万打って、むしろ絶望の数万に見えます。ただ数万くればいいんだもんね。そうですね、すっごく強い一枚勝負がありえるかもしれませんね。あと3万ポンされてるか、くっつき厳しいですね。白鳥が今白トン3万とポンして手牌が4枚です。実際は初短期。内川は羽万を積もると小林をまくります。スーチーソー、ピンフのスーチーソーです。数万切るとスーチーソーで、自分がチーソー3枚持ってる。いやー、我慢してチーソー切るかな。天牌取って自局につなげるか、うん、そうね、マンガンツも上限になりますね、天牌の点だと。天牌も取らずパーソー切り、マンズの周り引いてくれば天牌になるから。そうですね、のんびりと、うん、小林はもうずっとずっと我慢してきていて、要所要所で上がっていく理想的な展開でここまで来ました。さあ小林、トップまであと少しのところ。内川の我慢が実るのか。カウマンいきますか。カウマン、リーズモ、ドラッサン、ウライチ。うん、赤ウーマンってまだ残ってる。あら、残ってる。赤ウーマンだけ残ってる。カンローマン、カンウーマンなら。あ、奇跡のリーチあるのか。闇、闇だね。我慢、我慢。まだあのマンズ4万の周り、違うの引いたら9万打てるんで。そうか、さらなる変化、我慢ですね。我慢の時代ですね。これは天牌を取ることにも大きな意義があります。白鳥はほぼ確実に天牌しているでしょう。次局に万願積も条件を残したい内川。ハツあるんだよね。ハツありますよね、1枚。赤ウーマン対ハツ。こ
これ赤馬そのまま積もっちゃったらどうするんでしょう。いや上がりますよ。上がりますか。これねこのまま積もっても積もドラ3赤、うん、2戦4戦だと小林にわずかに届きません。これをリーチしろっていうのは酷な話ですかね。かなりそうですね、うん、内川自玉に望みをつなげようとしています。あれ手詰まっちゃった。ここに来てチーソードラ自敗打てない。じゃあチーソーしかないか。すごいなこの手の詰まり方、うん、地獄のような手牌。しかしさほど時間を使わず打っていく登場。一発にかける。あ、背底か。内川背底背底ありますけど、これリーチツモドラさんか。そうですね、私たちは赤しか残ってないの知ってますけれども、普通のウーマンを積もった時のことを考えなくてはいけません。内川はリーチ積もうね、背底ドラさん。そうですね、それでリーチ行くつもりなんじゃないですか。最後の背にかけるかどうだ。ただリスクはもちろんある。背底で危ない背持ってきてもリーチをかけていたら前に置くしかない。白鳥に捕まる可能性がある。どうだ、ラスト一巡にどうかけていくか。いった、こっちですね。リーチかけました。カンウーマン待ち、覚悟を受け取りました。白鳥キューピン、これは打ち抜いていく。パーピン4枚場に見え、パイピン4枚場に見えてました。ペイが安全ペイですね。ここは大丈夫そうですね、はい、ペイが場に2枚切れいる。どっちもいる、どっちもいる。ハツもいる、赤馬もいる。いやいやこれで完全に手詰まっちゃった。とんでもない。え、これハツが選ばれることってあるんですか。何の方がいい、もうわからない。マンズ切れない。な、何しかないでしょうね。自敗ならなんですよね、初よりなんですよね。もう苦しすぎる。とた、そして最後に何がいる。うわすごい、やりました。内川桜ナイツのエース、ここぞという時にしっかり決めてきた。リーチ一発つも赤、入ってドラさん、バイマンだ。最後バイマンですね。4戦8戦内川つも上がり、やりきった、やりきったね。一発背底に赤のおまけつき。